東京府、東京府は1868年から1943年までの間に存在していた日本の府県の一つである。現在の東京都の前身にあたる。府庁所在地は東京市。1868年、江戸は東西軍の軍政下に置かれた。同年4月24日に江戸海婦事務が始まる。軍は同年7月1日に江戸府を 同年7月8日に、江戸賃貸を設置するとともに、北町奉行所、南町奉行所を廃止町奉行管轄地を干渉する、市政裁判所を旧南町奉行所に設けた。同年9月3日の、江戸を、称して東京と、試すの証書により、江戸府は、東京府に、江戸賃貸は、賃庄府に解消された。解消当時の読みは、東京ではなく、と、受け入れ、自覚は、 東京であった。同年10月2日に、大和氷山繁盛屋敷を接収して、東京府庁が会長し、同年10月17日に、東京府職制が交付され、市政裁判所から増え事務が移された。1869年4月8日に、守備機内庁地の人口1万人を一区として、区分けした上区を番組と名付け、岸街地約9 0トルに50番組を置いた。 1869年4月2日に、なぬ227名全員悲免。大体として、翌日に、中年寄り及び、天年寄りを、同年6月27日に、守備機外の軍政型支配所村長であった、後輩地及び農村部190町89村を、地方ご番組に通し、各国中年寄り及び、大年寄りを置き、同年8月10日、 町年寄りを新設し、東京府の準管理として任命。名主業務を新設の各町用取扱所に移管させた。1869年に府民550人を函館根室及び宗谷へ移植し、1870年7月10日に失業対策として北海道花崎郡、後の四股丹郡を除く根室郡、野付郡を領有。 北海道の分量支配したが、これは、同年12月1日に解消した。1871年4月、4内市5課九町、または7内市8課九村をしていくと、改めて再び、区分けをなして、番組を廃す。年寄り職を、個町、副個町に改める。同年8月29日、廃藩地検が実施され、東京府は、京都府、 大阪府と共に三府の一つとされた。三府は、首都あるいはその大隊地とされていた。1871年12月25日、東京府のほか現在の関東地方に存在していた各県が廃止され、武蔵区に荏原郡と豊島郡、及び多摩郡、足立郡、葛飾郡のそれぞれ一部を管轄区域とする東京府が改めて設置されることとなった。ただし、 山郡は横浜に居留する外国人の遊北域に一部含まれるとの神奈川県、知事、陸津宗光の上申により、1872年1月3日に全域が神奈川県の管轄とすることに変更された。旧来の東京府の区域については、1月8日に6の大区のもとに97の小区を置き、大区小区制が敷かれた。 廃止各県からの行政の移管は3ヶ月ほどかけて順次行われ、1月14日に旧品川県、1月24日に旧浦和県、3月3日に長浜県、世田谷飛地、3月16日に旧小菅県から各町村が編入された。この際、多摩郡の一部は品川県、長浜県から一旦東京府に編入された3月1日に、 神奈川県に移管され、ついで10月12日に、現在の中野区、杉並区の区域が、東京府の管轄に戻る。これら編入された区域は、旧県時代の区割りのまま呼ばれていたが、1873年3月18日に5の大区を設けて、総計11大区103小区となった。1872年、東京府は、戸籍法の定めるところにより、 新区域に繰り込まれながらも、地名の判然としなかった、旧高地に、有楽町、霞ヶ関、三田など新町名を監視、地見を交付した。1878年1月11日、静岡県から伊豆諸島を編入。同年11月、大工商区小区制を廃止、軍区町村編成法により、旧区域に十五区を置く。同時に、旧葛鹿群域を、 南葛飾軍、旧和立軍域を、南和立軍、旧多摩軍域を、東多摩軍にそれぞれ解消させ、なおかつ旧豊島軍を、南豊島軍と、北豊島軍の南北二軍に分かち旧江原軍を、復活させて、都合六軍を設けた。このうち東多摩軍と、南豊島軍は1896年に、合併されて、豊多摩軍となった。同年12月、 第一回府会議員選挙が行われ四十九名が当選。第一回東京府会が開かれた。千八百八十年十月八日、内務省から小笠原諸島を引き継ぎ、同年十月二十八日に出張所を設置する。千八百九十二年、内海忠勝神奈川県知事と富田哲之助東京府知事は、当時は神奈川県に属していた西多摩郡、南多摩郡、 北多摩郡の東京府への遺憾を井上薫内務卿に権限した。これらの地域は現在の多摩地域と世田谷区の一部にあたる。前日の通り、多摩地域は当初東京府、入間県に分属していたほか、東京府への遺憾の議論は以前からあったもので、理由は多摩川上水の水利権の管理及び奥多摩地域の水源確保のためとされていたが、 自由民権運動が盛んだった多摩地域と、現神奈川県地域とを分断するためという噂も、立った。このため、神奈川県議会では、遺憾反対波乱入事件が発生した。1893年2月、案が可決した。多摩三軍の各市長は反対の意思を表して、県知事に辞表を提出したが、同年3月6日に、同法は交付され、同年4月1日、 多摩地域は神奈川県から東京府へ編入され、現在の町田市等を除き、ほぼ現在の東京都の教育が確定した。なお、近年の研究では、宇都見忠勝神奈川県知事の遺憾同意には、異論も多数ううあり、実際は不明である。この間、1八8九年五月一日に、東京府内十五区を東京府から分立して、市政を施行し、 東京市としたが市政特例により、東京市長は、府知事が兼ねた、府知事の市長兼務は1898年10月1日に廃止。1896年、東京市を都に、改めて幹線都庁を置く、東京都政案、府軍部を県とする、武蔵県設置法案ともに、帝国議会不成立。1897年、市長を公選とする、 東京市政案、府軍部を県とする、千代田県設置法案ともに、帝国議会不成立。1898年、市政特例が廃止。東京市役所が開設され、松田秀夫が初代東京市長となる。1923年9月1日、関東大震災発生。9月8日、放置新聞が、大阪で、セントロン枠と報じる。9月12日、 内省が関東大震災直後の書東京帝国の首都にして発表東京市、都政施行、東京都政も参照してほしい。日本が日中戦争に突入すると、戦時体制構築のため、政府は東京府地域の政治、経済の統制強化を要求するようになった。1938年6月、内務省は、 東京都政案要項を発表したが、東京市35区は内務案反対を決議した。しかし1943年1月、政府が帝国議会に提出した東京都政案が可決され、同年7月1日、東京都政によって、東京府、東京市が廃止されて、東京都が設置された。都政により、東京府、東京市は廃止され、旧市域は、 東京都三十五区となった。一方、東京府下で姿勢を施行していた東京府八王子市と東京府立川市はそれぞれ東京都八王子市と東京都立川市となった。東京府の府庁舎は、1868年の開庁時には、江戸城幸橋門内、現在の千代田区内幸町一丁目の大和郡山和氷山半城屋敷を接収して使用した。1894年、 高島地区有楽町に新庁舎が完成したため移転した。新庁舎は東京都庁の丸の内庁舎として引き継がれたが、旧建物は繊細で消失している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。